はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人折檻の社です。今日もですね、三峰不動産の渡辺さんにお付き合いいただきまして、空き家のご紹介をしていきたいと思いますが、渡辺さん、今日はなかなかヘビーな、そうですね、ちょっと面白い物件といえば面白い物件はい、はいはい、渡辺さん軽くそうですねとおっしゃいましたけど、はい、まあ基本的には、ちょっと再建築ができないようなできない物件なんですね、はい。でこれもともとは賃貸住宅だったってことですか？はい、そうですね。はい、ちょっと早速中を見ていきたいと思いますが、はい、草もだいぶ生えておりまして、そうですね、だいぶ使ってないんだなという感じはありますが、はい、賃貸でこれは2世帯暮らせるような賃貸だったってことなんですかね。はい、はい、ちょっと入ってみましょう、はい、ちょっとドキドキしますがなんかパクってなんかに噛まれそうな気もしませんが、はい、じゃあ入っていきます。あ、お家に入ります。失礼します。あ、でもお家以外にまだしっかりしてますね。はい、はい、昭和チックな、昭和チックなね、はい。でこれが一部屋目ってことですね。そうですね、二間ってことですかね。はい、二間です。はい、八畳間が一つと、そっちが六畳間で、 4.5 ですね。 4.5、はい、4.5 畳間がお一つのみってことですね。そうですね、はい。まあ、収納スペースはだいぶ十分にありますよね。はい、でこれは売り物件ですね。そう、売り物件です。はいはい、はい。でここが台所があって、はい、台所があって、まあ本当にね、いわゆる賃貸の台所ですよね。はい、はい。でそちらにお風呂です。お風呂、もうすでにお風呂になりますもうそのままお風呂ですね。はい、はい。で、この左側にトイレ。トイレがある。はい。ドーンと、汲み取り。はい。はい。なるほど。これ、渡辺さん、汲み取りのトイレって、はい、建築不可の物件に浄化槽をつけるってことできるんですか？ここは浄化槽は、ここの建物の向こう側の方に浄化槽をつけられるスペースがあって。スペースもあるんですか？で、あと流せるのも向こう側の坑道の方に流せるようになる。流せるは流せる。はい。なるほど。じゃあ、改装は、できますね。できるんですよね。はい。で、この壁をぶち抜くと、向こう側の世帯につながるということです、ね。さあ、その壁を抜いた反対側に今行きます。はい、失礼いたします。この壁が向こうとつながっているということですね。ここなんか穴開いてますね。あ、床下収納ですね。はい、収納と点々ですね。落ちないように。で、この壁と向こうの壁がつながっていると。そうですね。はい。で、こちらも、はい、すでにお風呂があると。はい。なかなか、なかなか、なかなかな物件ですね。そうですね。はい。で、ここが 4.5 畳の8畳と、向こうと同じの逆の作りになってるってことですね。はい。裏にですね、狭いスペースがありまして、ここはどうやら、排水をする、いわゆる合併浄化槽を入れることが可能なんだそうです。つまり、おトイレが現在、汲み取り式が入っているんですけど、それを、水洗にすることもできなくはないということだそうです。はい。そうですね。なかなかヘビーな物件ではありますが、これ価格は？今600万円でやらせて。600万円なんですね。はい、なんですが、はい。なんかまあ、この動画を見た方に限りということで、450まで？そうですね。値下げしてくれるって大家さんが言ってると。はい。はい。だそうです。450万円で、まあ、建て替えができないので、これをリフォームして、ね、っていうことになるんだと思うんですけど、はい、場所的にはここは、館山市下佐名倉という場所で、はい、まあ、非常に静かな、閑静な住宅街の中の一角ということなんですよね。はい、まあ、家もね、近所建て込んじゃってはいるんですけど、はい、でも静かで環境いいところじゃないかなとは思います。まあ、立地としても不便のない場所ですしね。終わり屋も徒歩で10分ぐらい。はい。10分もしない。スーパー終わり屋さんが10分ぐらい。はい。ぐらい。で、コメリさんの方までは今10分ぐらいかかります。コメリまで歩いていけるんですか？はい。はい。なんかね、今僕すごい方向音痴なんで入ってきちゃったからよくわかんなくなっちゃったんですけど、そんな位置関係だそうです。はい。はい。まあ、眺望がいい場所でも何でもないので、
なんですが、もしかするとリフォームしたら面白い物件になり得るかなという気がしないでもないです。そうですね。はい、渡辺さん、今日もありがとうございました。ありがとうございます。なかなかヘビーな物件だったですね。はい、はい、まあでもこういうヘビーな物件ばっかりじゃなくて、前回ご紹介させていただいた新築とかも、三峰不動産さんでは扱ってらっしゃいますし、はい、あとね、僕意外に三峰さんがこんなに売り物件あるって知らなくって、結構売り物件も扱ってらっしゃるんだなってびっくりしちゃったぐらい、実は普段賃貸でだいぶ頼りにさせていただいている不動産屋さんだったりするんですね。はい、なのでご視聴のいただける皆さんもぜひ三峰不動産さんにちょっとお問い合わせいただいて、賃貸の相談なんかもお気軽にさせて、していただければなと思います。立山の不動産屋さんの中では結構賃貸住宅の情報が多い不動産屋さんだと思いますので、ぜひ、最初はちょっと賃貸で、しばらく暮らしてみて、まあ、ゆくゆく買うかなっていう方などもぜひご相談いただければなと思います。ちなみに、今回はなかったんですけど、さらちとかもあります？うん、さらちありますよ。あ、そうなんですね。はい、最近ね、さらちのお問い合わせとかもすごく増えていて、はい、ぜひその辺の相談も乗っていただければなと思います。うん、今度、さらちの紹介とかさせてください。あ、もう、ぜひぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします、はい。今日も、ありがとうございました。また次回、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、お願いします。